おはようございまーす。ディレット、申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。寒い日のためにマフラーを買いました。で、このマフラーがね、まあ1000円ぐらいしたんですけど、いやもうあったかいね。やっぱ首元だけでも全然違うって友人が言ってたんだけど、その話は本当っすね。うん。ただ、で手袋も持ってるんで、残すは自分パッツンパッツンなんで、足がね、長い靴下が欲しいかなって。いつも短い靴下を好んで履くんで、足が出てるんですよ。足だけ寒そうなんだよねって言われてる。あと、マフラー買ったはいいんですけど、そのマフラーの見た目がですね、服着てんのみたいな。前回お渡し機だったじゃないですか。今回は違います。お渡し機ではノットお渡し機。HP 3713ではなく、さらに上がります、ここから。おしゃれ着などを活用した結果。HP が4283。しかもドラゴン系もいない。こんな負けるわけがない。さすがにお渡し機は無理があったっすよ。まともに戦いはしないじゃないですか、あの HP じゃ。今回は、まあ、HP の高いモンスターに、さらにマスターダブルスキャンとかも施し、おしゃれ着もフル活用して、HP を極限まで高めて、さらにドラゴン系もいないというチームを組みました。はい。ドラゴン系がいたよ。ドラゴン系がいると、まあドラゴン系でね、打点を受けてしまうんで、あ、結局その HP 意味なくねってなっちゃうじゃないですか。というわけで今回は違います。全員ね、非ドラゴン系なんで、ドラゴン系の脅威に怯えることはないです。はい。だからどっちかっていうと対人向けに組んだチームなんですけど、まあバトルロードね、一回そのね、高い耐久力をね、見てほしいんですよ。もう全然ですよ。もう、前回と比べたらもう、ね、前回なんか、何ですか ?100、300ですか ?400、なんか400ですか、うん。10倍以上の差がありますからね、言ってしまえば。さあ、当たればクライダメージ、痛恨の一撃はせーの、いいやん、いいやん。さあ、今回のマスターダブルスケアは、体力を主に上げています。ということで、こうなりますじゃないんだよ。情けないぞ、二人とも。二人ともすごく情けないぞ、今。適当に相手の血を詰めるだけなんだ。簡単な話じゃないか。でも、なぜこうなっているんだ。まあ、でも一回戦負けはないから大丈夫だよ。この HP に物を言わせてね、まだ HP3000 くらいありますからね。もう余裕のよっちゃんみたいなもんですよ、まだまだ。まだまだですよ。2600もありゃね、余裕ですよ。痛恨の一撃、せーの、いいやん、もういいやん。まあ、HP を主にスキャンしてるんで、攻撃力はあまり、強い。攻撃力のさ、マスタードのスキャンしてるのは、この一体。ね。悪魔の騎士のみなんですよ。攻撃力系マスターダブルスキャンしてるのは悪魔の騎士だけです。でも、圧倒的に、もともと火力の高い連中なんで、もともと火力の高い連中なんで、そんなに気にならないですね。マスターダブルスキャンしなくても。はい、おしまいっと。2600も残して勝利してます。圧倒的パワーいや、もうね、2回戦でも息切れすることが全く心配しなくていいようなレベルの HP ですけど。すさまじいな、この HP は。このチームは、一応ビッグモンスターチームっていう相性が発動してるんですけど、まあ、どっちかっていうとマイナス相性ですね。力が上がっています。まあ、さらにさえ高い力がさらに上がってるんで、一見いい相性なんですけど、身の守りが下がったり、状態性が下がったりと、守り面がいいことないです。なんで、まあ、ビッグトマホークがめちゃくちゃ強いね。でさっきから思うんだけど。ビッグトマホークは、まあ、DLC、さすが DLC と言わんばかりのね、強さを誇っておりますが。火力は強いな、本当に。もうそれ以外言うことがないんだよ。わー、クラウドダメージもすごいな。クラウダメージもすごいことになっておりますけど、今。
まあでも言うてですよ。言うて言うて。大丈夫大丈夫。全然大丈夫。さあ、都合的に行きましょう。もうこれぐらいする余裕はありますよ。いいやん。もういいやん、もう。まあ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 。こいつは、火力スキャンしなくても普通に強い。強すぎるなぁ。これさ、こんだけの HP ありゃさ、魔王戦でも負けねえんじゃねえかな。4000超えてんだから。ね。脅威の耐久力。HP 率、耐久力、あー、カット入りまーす。まあ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 、それでもまだ2000ありますよ。まだ2000ある。まだ2000ある。行くぜもう終わりだ。次で終わりだ。あとは隙みたいで。お、ここで、粉砕の時期バグレチューこいつら、火力のモンスターマスクしなくても十分火力あんな。お続くぜ、この動画。なかなかいい相手に出会えそうな気がするな。4283の前にさ、誰が立ちはだかんのかなと思ったら、なんだ、バルボロスくんじゃないか。どうしたんだい、そんな顔をして。まあ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 、言うてですよ。ここもスパッと突破して、大魔王戦に、大魔王の強、ね、強力な火力に耐えることができるかっていうのがね、ちょっと面白いことになってきましたけども。ダークベースは大丈夫でしょ。弱いなぁ。ブレスじゃダメなんで、物理で来い。もうわかると思いますけど、トロールキングやアトラスは打撃に弱いんですよ。まあ、アトラスはまだ大丈夫なんだけどね。トロールキングは打撃に弱いです。そこを狙われると、まあ、かなり厳しいところがありますね。で、悪魔の騎士に対しては、むしろ悪魔の騎士は強キャラの分に入っちゃうんだよね。体勢もそこまで悪くないし、ビッグトマホークネより火力もある。まあ、強キャラの分に入るかな。で、HP が3位ですね。全モンスター中 HP1、2、3をね、集めてみました、今回は。いや、すごいなぁ。下手な魔王より体力高いからな、これ。さあ、上から剣が降ってくるさあ、残りちょっとをね、削るだけなんで、光の玉使って悠長に構えましょう。自己スパーク？まあまあまあ、許してあげましょう。この耐久力の前には何の意味もない。食らうダメージが多いんだけど。食らうダメージがさ、とんでもないことになってるんだけど。体力があったとて、食らうダメージが多かったら、あんまり意味はないような気がするんだけど、まあ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 。いや、それでもパワーイズパワーなんですよ。羽ばたき、まあ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 。そうご利用してやれるのも今のうちだ。さあ、とどめを刺してやろう。とどめは何がいいんだ？棍棒か？それとも、斧か？それとも、痛恨の一撃か？ああ、振り払うだったわ。無造作な振り払ういきます。シュン！おお、いいね。さあ、とどめを刺してやれ。とどめは斧が お望みか。悪魔の斧が、巨大化するぐるん？はい、オッケー。さあ、見せてみろ、次の大魔王は誰だ。これ、ワンチャン本当にいけそうで怖いな。この強大な HP を前にさ、もうご了承しちゃおうか。いや、普通できたよ。いや、普通に来たよ。普通のエギオス来ちゃったよ。どうしましょうね。赤目が良かったな。いやーん、普通のエルギオスだったらさ、さすがにね、いくら、確かにエルギオスって火力は高いけど、いやー、耐えれるよ。勇気もすごい溜まってるしね、こっち。まあ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 、天使の、あーでもどうだろう。状態上で止まるのがきついかな。シュン！うわー！まあまあまあ、足がすくむのは仕方ないか。でもそんなのね、言うてまだ 3300HP ありますからね。負ける気がしません。負ける気がしませんね、正直。削り切られる未来が見えないもん。主人公入りじゃ、基本的にこの HP を実現するのは、まあ不可能でしょうな、基本的に。これはえげつない。これは HP による暴力、イズ暴力。
いや、これ負けないで。確かにドラゴン系で固めた方が耐性もいいし、本当は有利なんだけどね。今回のコンセプトは、あえてドラゴン系を使わずに、高 HP をね、狙うってことなんで。せーの、いや、もう一度も成功しないわん。もうこれ、とどめ適当に打って終わりでしょう。あー、そうはさ、トンヤが下ろさねえ。そうはトンヤが下ろさねえってか、おい。まあ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 。大丈夫、大丈夫。とどめボーダーに持ってくのは容易なことですよ。うん、たやすいことよ。うん。ビッグトーゴのメチューツ以外、いいな、意外と。で、君。まあ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 、ここに吹き、ブレスで来てくれる分にはそんなにだ、ね、食らわないんで。わあ、食らってるように見えるわ。まあ、でもね、3ターン目にしてまだ2396。負ける気がしません。まあまあ、まだ耐え、まだまだ余裕でね、耐えてくれる HP ラインですよ。さあ、とどめライン乗せて、終わらせてくれ。破壊の時期よいしょー、うおー、すげえな、出たな。もう勝ったじゃん。あ、でもわかんない。4ターン目の凍てつく波動がまだあるか。4ターン目の凍てつく波動で遅延される可能性は全然あるのか。3ターン目か。うん。でももうほとんど詰め将棋でしょ。ここまで来たら。まあまあまあ、波動は許しましょう。許します。そんなことしてもただの延命行為にしかならないのだよ、エルギオス君。わかるかい。余裕で勝てるってことだよ、もう。痛恨の一撃、せーの、はい、よいしょさあもうこの4ターン目はね、エルギオスは攻撃しかしてこません。2395、削れるもんなら削ってみろ。打天使の怒り、怒っとる、怒っとる。え、カモン、カモン、はい、イエーイなんやねん、1400って。どうなってんねん、このゲームは、おう。1400やったかな、おい。1400。おー1400食らってしまった。ちょっと食らいすぎかな。いや、でもこれ削られないでしょ。めった削られることなんてないでしょ、こんなんじゃ。はい、勝ちました。余裕の勝利、余裕のよっちゃんよ。やっぱ、HP は全てを救うな。本当に。お渡し機じゃここまでいけなかった。さあ、とどめはこの方にさせていただきましょう。せーの、内股ズッキュン、ダーン。いや、エルギオスの HP 1220まで削ってしまっとるでな。もう、大差の勝利だよ。白目じゃダメだよ、赤目で来てくんなきゃ。もう HP によりゴリ押しがすぎる。うん。え、こんなんさ、負ける気がしない。対人でもこれ負けねえんじゃねえか、ドラゴンギー言ったらいないし。おし、ちょっとやってみっか。というわけで、テンプレみたいな勇者を連れてきたよ。天かける竜の剣技、ダッシュランし、キラーパンサーという、この、こいつらに耐えられるかな？あ、でも、2800しかないのか、こいつらの HP って。少ねえな。こっちはその1400も上や。さあ、高 HP VS ね、テンプレ的な勇者パーティーです。でも言うてさ、ドラゴン斬りはできないんですよ、言っちゃえば。なんで、こっちは余裕の構えですよね。圧倒的ダメージレスで勝とうと思います。普通にね、HP で削り切って勝っちゃいましょうよと。力は高い連中だからね。力そのものは本物だから。まあ、本当にご了承が効くんじゃないかな。あーらまあ、それはひどいね。さあ、来ました。天をかけ、天かける竜の剣技、うわー、開催し早々強烈な当たり。まあ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 。お、外れた！お、と自覚を見せています。まあでも HP がね、まだ3000、HP の差がね、これ、相手焦るよね、こんだけあると。今回はドラゴン斬りで1000削るなんてこともできないし、
さあ、そのしかも力の差を埋めていくことが可能なんですね。あ、いいやん、もう。ただただただ、まあ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 。こいつらのね、ポンは許そう。全然許せるレベルだ。ヘッドブレイク、よいしょ、オッケー、強い。これやばいな。強いパーティーできてんな。しっぷり戦、神風の牙、行くぜー、よいしょ。あー、トロールキングは、まあ、狙われること、狙われること。ただし、こっちも火力がすごいんで。はい、火力はこっちも負けてないからね、言うて。言うてこっちも火力負けはしてないんで、そのまま行けば勝てるよね。やばいやん。見えちまったかもしんね、モンスターマスターの神髄。HP かもしれん、モンスターマスターの神髄は。マジかよー。こんな雑みてえなパーティーが一番強いなともに認めねえぞ。でも、天かける竜の剣技はそれを許してくんないね。2回攻撃で追いついてきてる。少しずつ差を埋めてきてる。しかも、こっちはキラーパンサーとかは避ける可能性もあるから。あ、ダッシュなんかい。うわあ、打撃対戦の上から304?強いな。何にもスキャンしてないのに。何にもスキャンしてないのにな。こっちは絶対避けないようなもんだからな。ダッシュボム!弱点を疲れまくってるな。さあ、通行抜き。さあ、今度はどうだ?通行抜き、せーの!はい、よいしょ!うわあ!これもうゴリ押せるじゃん。めちゃくちゃゴリ押せるじゃん。だってさ、まあ、一応確かに、このチーム弱点は一つあります。ただ、それをついたところでどうにかなるかっていうね。やってみましょうか。このチーム最大の弱点。それはですね、全員物理だってことです!大暴挙!そう。アトラス、トロルキング、悪魔の騎士、すべての技が、物理しかないんですよ。なんで、大防御されると、一旦何もできないってことになります。だから、ここでど、差がどんだけ詰まるかってすごい大事だよ。あと、遅いね、お前ら、やっぱり。うわ、やばい!ちょっと待って、追いつかれてる?あれ、追いつかれてる?嘘でしょ?嘘でしょ?追いつかれてるよ。ダメだー!通行突撃防がれてる!そう、このパーティーの唯一の欠点はね、絶対それ大防御でね、何もできなくなっちゃうこと。やばいか、これ。この一旦何もできてないぞ。絶対できないんだけど。 HP が820まで追い詰められています。 HP が追い詰められてしまっている。嫌な予感がするな。このままだと主人公が早いから、冷たい気になった。でも、ブレた。500!HP500 残った!まだ残った!まだ残った!残残、発狂残った!発狂残った!さあ!このターンで決まるで!早い方が勝ち。でも圧倒的に競り勝ちやすいのは主人公。ああ!主人公動いた!やばい、主人公動いた。やばい、主人公動いた。やばい、避けろ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 。破れるのか、HP4000 が、破れるのか、破れるのか、やめろ、避けろ!ダメかー。HP4000 を取っても、やっぱ、ダメだもんはダメだ。天かけるが強いんだ。